北極圏に一番近いマクドナルドに行ってみた。オーロラも見える。北極圏に一番近いマクドナルドがフィンランドにあります。ロバニエミの町にあるマクドナルドで、店舗自ら北極圏のマクドナルドと書かれたプレートを掲げています。日本から行くにはフィンランドのヘルシンキ空港からロバニエミ空港に飛ぶか、トルコのイスタンブール経由でロバニエミ空港に飛ぶ方法がありますが、情勢によって空路が変わることがあるのでご確認ください。北極圏が近いロバニエミの町はサンタクロース村が近く、公式サンタクロースに会える名所として世界的に知られています。サンタクロース村には北極圏との境界線があるため、そこで記念撮影する人も多いです。ロバニエミの町に到着し、すぐさまマクドナルドに行ってみました。当然ですが、凄まじく寒い。日本の寒さとは違う寒さ、体の芯から熱を奪う寒さがあります。ユニクロの半袖で来るべきではありませんでした。凍える前に厚着しました。お店の前には店員かお客さんが作ったと思われる雪だるまがありました。手作り感があって良きです。店内に入るとお客さんはあまりいません。極寒の夜ですので当然かもしれません。今回はフィンランドのマクドナルド限定ハンバーガーとのセットをオーダー。早速持ち帰って開封したところ、なんと北極圏に近いマクドナルドを訪れた記念ポストカードが入っていました。これは嬉しい。まさにここだけのスーパーレア。ハンバーガーは美味しいです。野菜もたっぷり。極寒の北極圏が近い町で野菜がたっぷり食べられるのは貴重。マックフライポテトも美味しいです。外がめちゃくちゃ寒かったので、室内で温かい食べ物が食べられるだけで幸せです。幸せをありがとう、マクドナルド。このマクドナルド、稀ではありますが、オーロラが見られるマクドナルドでもあります。運が良ければマクドナルドでハンバーガーを食べつつオーロラが見られるかもしれませんね。ちなみにロバニエミの町にはサブウェイもありました。